鳥もつラーメン、鳥もつラーメンとは、山形県新庄市で供されるラーメンである。山形新幹線の新庄延伸以降、新庄の特産品として売り出している。もともとの新庄地区のラーメンは、一桜に代表される縮れ麺で具が少なめのあっさりとした鶏ガラスープを使った醤油ラーメンがスタンダードであったお出汁に用いる。かつてはラーメンに乗せるチャーシューも馬肉のものが多かった。 一茶安視店の持つラーメンは数十年前から有名であり、末広など同様のラーメンを供する店も何店かあったが、現在、鶏持つラーメンを扱っている店の多くは最近になって提供を始めたものである。原料の持つの産地は明かされていない。元来、最上地方では鶏を飼う農家が多かったことから、農村部では祝い事の時に鶏を 人は潰してもつ煮込みにして食べる習慣があった。ただ、この風習はごく一部の局地的な風習で、一般には浸透していない。新城市内の居酒屋でも、メニューとして鶏のもつ煮込みを出していたところ、いつの頃からか、一部の常連客がラーメンと鶏のもつ煮込みを同時に注文して食べるようになり、その食い合わせの妙に気づくものが現れた。これが、やがて、 鳥持つラーメンの誕生へとつながった。山形新幹線延伸を契機に、新城、西上地方を観光地として広く宣伝する運動が始まり、注目されたのが鳥持つラーメンである。ご当地ラーメンの流行もあり、これを新城の特産として売り出すこととなった。2002年6月に、新城市やマ室川町、西条町、 船形町の飲食店15店による愛を取り持つラーメンの会が発足。市内のラーメン店は合同で、取り持つラーメンをメニューに取り入れ、各店が味を競い合うようになる。愛を取り持つラーメンというキャッチフレーズを決め、2003年に、十勝新津製麺より、新庄、最上名物愛を取り持つラーメンというカップラーメンが、全国のサンクスで発売された。 ラーメンの製法や材料は店によって違い、麺もまっすぐな麺を出す店もあれば縮れ麺を出す店もあり、統一はされていない。派生料理として2012年に開発された鶏もつバーガーが市内2店で販売されているほか、鶏もつを使ったカムテンそばなども存在する。ありがとうございます。